皆さんこんにちは。今から私たちが電気通信研究所スピントロニクス研究室の研究内容について紹介します。研究室を主催しています深見です。スピントロニクスでは、この電子の持つ2つの性質、電気の性質と磁石の性質、これらはこれまで別々に利用されてきたのですけども、それを同時に利用します。これによって現れる新しい現象を明らかにして、社会に役立つ技術へと発展させる。これが私たちの研究の目標です。このスピントロニクスの研究には、この現象を明らかにするというサイエンスの側面と、それを工学的に利用しようとするこのテクノロジーの側面があるのですけれども、私たちはこの2つの価値をバランスよく追求していくことを目指しています。ではこれから研究室のメンバーが自分が取り組んでいる研究を紹介してくれますので、ぜひご覧ください。私はスピントロニクス素子を極限まで小さくした時に現れる性質を調べ、高い性能を実現するための研究を行っています。このクリーンルームには世界最高クラスの設備が整っており、これらを駆使することによって世界最小のデバイスを作ることができました。ここで作成したデバイスはこの建物にある実験室で自分の手で測定します。このようにとても小さい素子を測定していますので、日々新しい発見の連続です。世界の最前線にいる実感もあり、とても充実しています。また私はフランスロレン大学に計6ヶ月間留学し、現在とは異なる研究に取り組んでいました。先生をはじめ現地の方々にはとても親切にしてもらいました。また各国の CEO が地球の資源について議論する WMF という会議にも学生スタッフとして運営に参加させてもらいました。これもとても貴重な経験となりました。私はノンコリニア半球磁性体という全く新しい材料を工学的に利用するための研究に取り組んでいます。これが私が作った資料です。スパタリング装置や熱処理装置などを使って作り、さまざまな測定装置を使ってこの構造と特性を調べました。いろいろと試行錯誤をしまして、この材料のポテンシャルを最大限に活かせる理想的な構造を作り込むことに成功しました。そして去年、その成果を国際論文誌で発表することができました。私は研究室に入ってまだ1年しか経っていませんが、先輩たちがいろいろと親切に教えてくれて、とても感謝しています。これからさらに成長し、この社会に役に立つ技術を生み出していきたいと思います。スピントロニクス研究室の金井です。この研究室を卒業して、今は教員をやっており、他の学生さんのサポートなども行いながらスピントロニクス研究に取り組んでいます。それとは別に1年間シカゴ大へ留学し、共同研究を通してスピントロニクスを用いた量子研究を立ち上げています。複数の状態を重ね合わせることができるスピンの量子的性質を用いた圧倒的に高性能な量子コンピューターの実現が期待されています。我々が用いているこうした絶縁体と呼ばれる材料中では、スピンの量子状態は電磁波によって制御されます。これに着目し、スピントロニクスの得意とするスピンの電荷による操作手法を生かした新しい量子状態の制御手法を通して、スピントロニクスを用いた新しい量子コンピューターに関する基礎研究を行っています。Hi, my name is Drew. I graduated at US University and moved to Sendai for a master's and PhD.My research is about spintronics and artificial intelligence. Current computers only use zeros and ones, and there are many problems that are difficult to solve. For example, multiplication, it is very easy. Factorization is very hard. So we have created new devices that create zero or one randomly. We have also worked together with a US university.To create a demonstration of integer factorization of integers up to 945. This is on the same level as current quantum computing technology, and it is a brand new adventure for spintronics research. これまで見てもらったように、この研究室ではいろいろな研究が走っていまして、みんなで知恵を出し合いながら協力してチームで研究を進めています。またメンバーには国内や海外の学会にも積極的に参加して研究成果を発表してもらっています。また年に1回この建物で国際ワークショップを開催していまして、世界のトップの研究者を招待して交流をしています。スピントロニクスは非常に若い学問分野でして、まだまだ多くの可能性が眠っています。
私たちはそれらを一つ一つ明らかにしながら情報社会の発展に貢献していきたいと思っています。